体の大きな外国人レスラーの汚い反則攻撃に耐え、最後に伝家の宝刀空手チョップを見舞い大逆転勝ち。この分かりやすい完全懲悪的演出が当時敗戦で打ちひしがれた日本を勇気づけた力道山。日本の総理大臣の名前は知らなくても力道山の名前を知らない者はいないとされ、その力道山の直弟子でもあるジャイアント馬場とアントニオ猪木も昭和平成の歴代総理大臣より有名かもしれません。今回はこの3人のプロレスのスーパースターの物語、力道山の死の真相と馬場と猪木から見た力道山について語っていきたいと思います。力道山、1924年11月14日現在の北朝鮮統治の地で生まれた力道山こと本名桃田光弘は15歳で大相撲の二所の関部屋に入門します。関脇まで昇進しながら昭和25年の9月場所前に引退し、建設会社の勤務を経てプロレスラーに転身。当時から力道山は酔うと当たり構わず暴れるのはかなり有名で、師匠の二所ノ関親方との間にはこのような素行への叱責を受けるだけでなく、金銭問題を含むトラブルも多く起こしており、これが引退の引き金と言われています。プロレスラーに転向し日本プロレスを結成。翌1954年には後に巌流島の一戦として戦うことになる柔道家の木村正彦と組んでシャープ兄弟と激闘を演じます。蔵前国技館での一戦が放送が開始されて間もないテレビの電波に乗り、外国人レスラーを必殺の空手チョップでなぎ倒す勇姿は国民に勇気と感動を与えます。特に1963年東京体育館で行われた WWA 世界ヘビー級選手権ザ・デストロイヤー戦は平均視聴率で実に 64% を記録。これは今なお歴代高視聴率にランクインされています。しかし力道山の性格は粗暴で感情の起伏が激しい人物。現在ではアウトですが、機嫌が悪いと飲食店での暴力沙汰は日常茶飯事であり、その都度金で表沙汰になるのを防いでいたそうであります。新聞記事にも力道山また暴れると報道されたこともたびたびありました。一方力道山はいち早くプロレスを日本に普及させたように、事業家としても先見の明があり、プロレスの常打ち会場として力スポーツパレスを建設しました。ボーリング場やサウナ、レストランなどプロレス興行以外でも楽しめる施設にし、他にもゴルフ場やマリンリゾートの建設計画もプロレス興行と合わせて行っています。力道山とジャイアント馬場。1938年1月23日生まれの馬場は新潟の三条実業高校を中退し、17歳でプロ野球の読売ジャイアンツに入団します。2メーター9センチ長身の投手として期待されますが、風呂場で転倒した怪我により引退します。力道山も元巨人というブランドと馬場のずば抜けた体格と運動神経に惚れ込み、早くからこれはわしをもしのぐスターになるかもしれんと思ったと言われます。また馬場は入門当初から付き人を経験していなく、デビューから1年余りで出世コースのアメリカ遠征を命じられます。すると馬場はすぐに実力を発揮し、本場のマットでメインを張るまでに成長します。また猪木はいわば叩き上げであり、ちょっとしたミスで殴られたり蹴られたりが当たり前だったのに対し、馬場は一度も殴られたことがないというエピソードもあります。しかし馬場は私は力道山に一度も殴られたことがないと発言していましたが、それは理不尽な暴力を受けたことはないという意味で、しごき自体は過酷なものであったそうです。令和の今では信じられないかもしれませんが、当時のプロレス界では当たり前だった理不尽なしごきやいじめ。力道山から空手チョップの手ほどきを受けた際、皮膚を鍛えるために脳具を変形させたもので、手を何度も思い切り叩かれたといいます。叩かれている間、力道山にどう大体かと聞かれたが、痛くないといえば余計に力を加えるし、痛いといえば
そのうち痛くなくなると言って叩くのをやめないので黙って耐えるしかなかったと、拷問のような特訓をババは後に語っています。さらに大相撲時代からの流れか力道山は弟子に酒の一気飲みを強要する癖もあり、ババも何度も大量に飲まされたと言われます。試合を終えた後にババは力道山らとの主演に付き合わされ、よくボトル一本を一気飲みさせられ、目の前に火花が散ったという。一息ついたババが水を飲もうとしたところ、チェイサーに差し出されたのはビールだったという、なんとも強烈な話であります。後にババ自身は力道山のことを人間として何一つ良いところのない人でしたと語っており、特別扱いを受けながらもリスペクトはしていない様子でした。力道山とアントニオ猪木、1943年2月20日生まれ、もう一人の力道山の直弟子であるアントニオ猪木は中学時代、家族と共にブラジルへと移住し、陸上競技で活躍していたところをブラジル遠征で来ていた力道山の目に留まり、現地でスカウトされ1960年4月に日本プロレスへ入門します。猪木は読売ジャイアンツの投手からプロレスに転向したジャイアントババと共に入門が発表され、デビュー戦も同じ9月30日でした。台東区体育館で行われた初陣でババは田中米太郎に快勝し、猪木は大木金太郎に敗れます。前述したようにババはそれからわずか10ヶ月後、当時の若手の出世コースだったアメリカ武者修行に出発するという破格の待遇。一方の猪木は前座レスラーの一人として力道山の付き人になります。後にライバルと評されたババと猪木ですが、プロレスラーとしての出発点は明らかな格差をつけられていました。しかし力道山は当時から猪木に目をかけていたようで、何かあると阿呆を呼べと言って猪木を自宅に呼んでいました。部屋に猪木を呼ぶと肩を揉ませて、その時にプロレス以外の事業、仕事の打ち合わせをしたり書類を読んだりしていて、インタビューも猪木がいる前で何度も受けています。おそらく力道山はわざと猪木にそういうところを見せていたという関係者もおり、力道山が自宅に呼んでいた若手選手は猪木だけだったようです。それだけ猪木のことを信用していたし期待していたという証明かもしれません。そんな力道山の姿を見ていたから、猪木も同じようにプロレス以外の事業への思いが膨らんだのか。アントン・ハイセル永久電気、これは猪木にとっても後の日本のプロレス界にとっても良かったのか悪かったのかという感じですかね。しかし猪木は様々なインタビューで付き人時代を聞かれるたびに、毎日ただ殴られていただけ、そこに理由なんかなかったと振り返り、力道山から教えられたものはババ同様何もないと言い切っています。力道山は大相撲の元横綱前田山の高砂親方と親交が深く、酒を酌み交わしながらの話し合いで力道山は高砂親方に対して猪木の大相撲入門を頼んだという。当時の猪木は細身だったので体を大きくさせてやりたいとの考えで相撲界に2年ぐらい預けて、体が大きくなったらプロレスに戻す計画を立てていたそうです。それを高砂親方も承諾。その宴席には猪木も呼ばれており、高砂親方が猪木を見て、力さんこいついい顔してるねって言うと、力道山は満面の笑みでそうだろと返したそうです。その場面について猪木は後の取材でこう述べています。あの時のそうだろの一言があったから今の俺がある。何しろそれまでは師匠が俺のことをどう思っているのかわからないんだから、あの一言があったから俺は師匠に認められているんだっていう自信が出て、なんとかレスラーとしてやっていくことができたと。後に力道山の妻も、実は主人は馬場さんよりも猪木さんを気にかけていたんですと述べ、自分の後継者は馬場よりもむしろ猪木だと思ったのかもしれません。力道山氏の真相。しかしそんな力道山の思惑とは裏腹に、
1963年12月8日、赤坂のナイトクラブで大事件が起こります。酩酊するほど飲みながら女性を口説いてた力道山の横を、暴力団員の M が通りかかる際、力道山が足を踏まれたと、後ろから M の襟首をつかみます。M は足を踏んでいなかったので、踏んだ覚えはないと反論し、口論となり、あんたみたいな図体の男が、そんなところに立っていたらぶつかって当然と言い放ち、懐に手をやります。それを見て刃物を取り出すのではないかと思った力道山が、分かった、仲直りしようと言い出す。それに対し昔の暴力団メンツにこだわる M は、こんなことされて俺の立場がないと拒否。和解を諦めた力道山は M の顎を拳で突き飛ばし、壁に激突した M は膝がガクガクになります。さらに力道山は M に馬乗りになり、激しく殴打したため、 M は殺されると思いナイフを抜いて下から力道山の左下腹部を刺した。力道山はかなり丈夫な体であり、出血してもすぐに血が止まるような体質であったようで、1日目は応急手当を受け帰宅。その後 M の所属団体の長である K が力アパート内の力道山宅を謝罪に訪問。申し訳ない、この責任は自分が取ると頭を下げたところ、力道山もうんうん分かったよと声を絞り出すように言ったという。2日目に症状が悪化したため入院、十数針縫う手術を受け成功。力道山が知り合いの病院をあえて選んだのは、事件の不祥事が表に出ないようにしたためという。側近たちは有名な外科病院への入院を勧めたが、力道山は嫌がったそうです。7日目に腹膜炎による腸閉塞を理由に午後2時30分再手術、これも成功したと報告されましたが、その約6時間後の午後の9時50分頃に力道山は死亡した。力道山は39歳であった。その時馬場は25歳、猪木に至ってはまだ20歳でした。その後日本のプロレス界の将来はこの若き2人に委ねられることになります。この力道山の死因については諸説あります。一つは、手術の際麻酔を担当した外科医が筋弛緩剤を注射した後に気管内チューブの気管挿管を失敗し窒息したという医療事故のためという説。なお M を裁く裁判の際、死因究明のため提出されたカルテの中に麻酔に関するものだけなく、最後まで紛失したとして提出されず、今でも謎であります。もう一つは、力道山の腹膜炎はほぼ完治に近い状態まで回復していたが、腹膜炎を患っている期間は食事はもちろんのこと、水の服用も厳しく制限される状態にあった。ところが力道山は空腹に耐えきれず、付き人に行きつけの寿司屋に寿司を注文するように命令し、ついでに酒も買わせた。届けられた寿司と酒を飲食して空腹感を抑えた力道山であったが、飲食したな魔物である寿司やアルコールが完全に感知しきっていなかった幹部に触り、これで病状が急変、急死したという説。どちらにしても破滅型の力道山、なるべく知ってなった死であったという説が有効であるかと思われます。いかがだったでしょうか。力道山は素行の面でいろいろと問題はあったようですが、日本のプロレス界の礎を築いた最大の功労者であることは間違いないところです。あの時の苦労があったからこそ今の自分がいるという言葉がありますが、馬場は後に力道山の息子たちを全日本プロレスの幹部に迎え入れ、1975年12月桃竹主催の力道山13回忌追善特別試合に大きな協力をしています。対する猪木も1995年4月力道山の故郷でもある北朝鮮で平和のための平壌国際体育文化祝典のプロレス興行を行っており、事実上私はあの北朝鮮のリングで引退した、だからあの日闘魂の特製ガウンを力道山の故郷のリングに置いてきたと述べています。
それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。